皆さんおはようございます。今日は10月24日、今朝の6時38分です。気温はね17度、ただそんなに風が吹いてないので、まあ、冷たいですけどね。もう17度だと風はね今背中から浴びてるんですけれど、まあでも風がなければね、まあ、少し湿度がありますけど、まあ、見ての通りね、あの雲が多いので、まあ、すっきりとした朝ではないですけれど、あと富士山もねうっすらと見えてます。まあ、穏やかな、でもね波も大してないですし、朝ですね。まあそんなわけで今朝もね、どんなわけ今朝もね海辺に出てきました。で朝出てくる時にコーヒーをね、でコーヒーの袋がちょうどね開いたので、でまあコーヒーの袋もこのデザイン、これカルディっていう、カルディコーヒーファームっていうところでね、マンデリンですね、インドネシアマンデリン。まああのコーヒーの豆っていうのはエチオピア産とかね、あとインドネシア産とか、まあ、あと南米で取れるのもありますよね。まあいろいろその産地によって微妙にまあ味も違ったり、あとも格も違うのかな、まあ、値段もね、まあ、輸送量も変わってくるし。でねこのカルディの袋ってまあ可愛いデザインでね、なんか羊がなんかこうなんか食ってるっていうか、羊はなんかこうなんだろうな、これコーヒー豆かなと思ってたんですけど、で裏を見たんですよね。そうするとやっぱ普通よくあるみたいに、テイストバランス、このマンデリンの場合にはね、苦味は割と苦いよと。でボディはね、まあ、ワインみたいにライトボディ、フルボディで割とフルボディに近いと。あとローストはね、まあ、中入りっていうふうなことを書いてあるんですけどね。その右にねカルディ伝説って、まあ、これ伝説だからレジェンドなんでしょうね。実はこのなんでここにねヤギの絵を描いてあるかっていうことで、昔々のアフリカ、今のエチオピアの奥地に住んでいた一人のヤギ使いの物語です。ある日のこと、放し飼いにしているヤギが興奮して飛び回り、夜になっても収まりません。調べてみると草と一緒に食べた赤い実が原因らしいことが分かりました。そこでヤギ飼いもその赤い実を、口にしてみたところ、元気が出て、気分が爽快になったといいます。その話を聞いた修道僧が、眠気に悩んでいた僧の修行に役立つのではと考え、試してみると大変役に立ったそうです。このことが村々に知られ、やがて遠い国までこの話が広がっていきましたと。どうやらヤギがねコーヒーの実を食べて興奮して、まあ要はコーヒーのカフェイン成分ですね、それに、まあ、反応したんでしょうね。エチオピアだそうですよ。その時のヤギ使いの名前がカルディでした。そしてカルディが味わった赤い実こそがコーヒーだったのです。カルディコーヒーファームのお店でおなじみのイラストレーションは、この言い伝えをファンタジーに表現したものですと。皆さん知ってました？ハマ知らなかったですねあ、なるほど、それでヤギが赤い実食ってんだっていうね。あとその確かにコーヒー、ヤギ使いね、ヤギ使い、ヤギ飼いの絵もありますね、イラストも。あのカルディってもう結構今日本全国にあるのかな、あの駅なんかのコンコースにあったり、あとまああのそういうショッピングモールの中にあったり、割とすごい、ちっちゃな、店舗なんですけど、まあ、天井までねいろんなものがいっぱい積んであって、まあいわゆるドン・キホーテみたいな感じ、ドン・キホーテをちっちゃくしたみたいな感じで、まあ、売ってるものは割と食品ですね。それもまあ、インスタントラーメンもちょっと変わったものですよね。あ、フォー、
とかトムヤンクンヌードルとか、あまり他では扱ってない、まあ、カルディオリジナルのものが多いですけどね。コーヒー、もともとはコーヒー豆を売ってたんですかね。あと調味料、シーズニングとか、あとお酒もワインとかね、あとビールも変わったビール置いてますよね。この間と視聴者の方がレモンビール、ハーマがレモンビールね、もともとは、世界のビールっていうのをやはり視聴者の方が送ってくださって、でその中から飲んだ1本のレモンビールっていうのはすごく美味しくてね、でもネットで調べたらすっごい高いんですよ。でカルディに売ってましたよって言ってこの間1本送ってくれたんですけど、そんなね変わったビールとかそういったものをね、あとまあハマが割と好きなのは杏仁豆腐、そのカルディオリジナルの杏仁豆腐があるんですけど、パックしてあるやつね、これが割と美味しかったりします。でもう一つ面白いのはね、入り口でねちっちゃな紙コップにねこうコーヒーを入れて渡してくれるんですよね。で飲みながら店内見てくださいって、ほんのちょっとなんですよ、おチョコみたいな紙コップにね、それもコーヒーを下から3分の1くらいしか入ってないんですけど、でもそれが割と嬉しくてね、あの店のやっぱりそうやって飲むとなんか買ってあげなきゃって、だから非常にねビジネスとしてはねうまいです。で店員の方は女性しかいないですね、まあ、それってまあ労働基準法的にどうなのとハマはまあ思ったりもするんですけれどなぜかというと今朝採用情報って見たらね、やっぱ女性しか取らないような、まあそこは書いてないけど、まあ、実際女性しかいませんからね。ただその店作りとしてはね面白い店作りなんですよね。まだ行かれたことがない方はね、カルディって KALDI ですね、割とお近くにもあるかもしれませんよ。値段的には少し高めですね、だからあそこでいい気になって買ってると結構な金額になります。だから利益率はいいんだと思うんですよね。やっぱりどうしても店舗が狭いですから、まあ、そこにたくさん置いて、しかも商品単価をでも高いと感じさせないで、まあ手に取って、でもレジ行くと結構高いんで、あとそのポイントみたいなものをねやはりハンコをしたりして非常に原始的なんですけれど、まあでもそういうところにはコストをかけないでやってるのかな、まあ、紙の方が今コストがだんだんかかるようになってきましたけどね。あとやはりその店長っていうのがいて、おそらく店単位でインセンティブがかかってると思いますね。だから非常にビジネスモデルとして面白いお店だなと、まあ金がねハーマーは思ってましたけどね。もう結構カルディのことを知ったのも結構前ですけれど、まあここしばらくカルディに行くような生活状況になかったんで、ただこの1年ね逗子でトランスポーターのアルバイトが週2回くらいあったもんですから、まあそれが終わってね、少し逗子の街を歩いてる時に見つけたんですよね。ではここにカルディあるんだと思って、で最近リサイクルショップでねコーヒー豆のコーヒーミルをね190円で見つけて、で何十年ぶりかに豆からね自分で手でこうコーヒー豆をひいて、で最近そうやって飲むようにしてます。まあこの飲み方が一番美味しいですね。電動ミルよりも手でひいた方がコーヒーは美味しいんですね。まあそういう動画も、まあまたね今度手でひく動画も上げてもいいんですけれど、で最近よくね手でコーヒーは飲むときは毎回豆から引いて飲んでます。非常に美味しくいただけるんですけどね。それでまたね、それでまあカルディとは一体何だったのかと、羊飼いのね、名前だったということです。まあ伝説ですけどね。まあ今日はちょっとそんな話をね、朝そのこれ読んで、このパッケージを読んでね、へーと思ってカルディってそういう意味だったのかって。まあ、ご存知なかったらね、まあ、トリビアということで、まあ、大したトリビアじゃないですけどね、カルディのこと知らない人は何なんだって話ですけど、まあ、今朝はねそんな話をしてみました。今日は水曜日ですか、まあお仕事の方がほとんどだと思いますけれど、まあ、お仕事の方は元気でいってらっしゃい、あとお休みの方は良い一日をお過ごしください。
あとね、この動画が面白いと思ったらいいねボタン、グッドボタンいただけると、ハーマは YouTube 活動の励みになります。あとチャンネル登録がね、まだの方はチャンネル登録していただいて、あとも横のねベルボタンなんかを押しといていただけると、時々は通知を受け取ることができます。はい今夜もねライブとりあえず毎日やってますので、まあ、毎日くだらないことを話してますけどね、まあ60近いジジイのたわごとですが、もしご興味がありましたらよろしくお願いいたします。それで皆さん、今日も良い一日をお過ごしください